こんにちは、なんでも動画人つっちゃです。今日は美味しいジェラート屋さんラコントさんにお邪魔して、驚きのジェラートをいただきたいと存じます。お願いします。すごくないですか、このほら、このジェラートすごくないですか。もうインパクトはすごいですよね。1,2,3,4,5,6,7つレインボーっていうらしいんで、今日はこちらを試してみたいと思います。いらっしゃいませ。あ、はい、こんにちは。はい、こんにちは。注文よろしいですか。はい、どうぞ。レインボー、レインボーで、はい、一つください。はい、じゃあレインボーで780円お願いいたします。外の席使っていいですか。はい、どうぞ。220円のお返しですね。はい、じゃあショーケースで7種類お選びください。はい、有名人のサインもありますね。ダブルクリーム、リンゴ、パイパイパイ、人気ナンバーワン、クリームキャラメル。じゃあリンゴ、リンゴとパイパイパイと、パイパイパイとストロベリーミスト、ストロベリーミスト、プラリネ、プラリネ、スイカ、スイカ、あと2種類ですね、ラムレーズン、ラムレーズンとラロイヤルミルクティー、ロイヤルミルクティー、はい、お願いしますね。お願いします。美味しそう。いちごがゴロゴロしてます。これはロイヤルミルク、ロイヤルミルクティー大好きなんです。うわぁ、これで何個乗りましたか。まあ、5つですね。これでちょっとお皿を見ますね。はい、レインボーですね、まさに。そうですね、7種類ですね。7種類。はい、じゃあ外でいただきたいと思います。はい、お外でね、お外でいただこうと思います。溶けていっちゃうんですよ、ジェラート。すごく柔らかいんですよね。ね、これは多分ラムレーズン、レーズンがゴロゴロしてますね。いただきます。出た出た。うまい、うまいですね。こういったね、ミルク系、うん、もうラムレーズン最高ですね。あの、でもミルク系でこってりと思いきやさっぱりしてますよ。それはね、やっぱジェラートでね、うん、さすがこのお店、昔から岐阜の人に愛されているお店で、考えられて作られていると思います。すごく美味しいラムレーズンですね。次は、はい、この白いの、この子、この子いってみましょうか。何でしたっけ、何頼みました私。
何か分からない、なんかナッツみたいなカリカリ言うんですけど、なんか美味しいキャラメルみたいな感じがします。次はこのほら明太子みたいなこれをいただきますね。スイカですわ、スイカ。すっごいさっぱりしてます。ジェラートだからやっぱりアイスクリームよりもさっぱりしてますね。はい、うん、うまい。で溶けちゃうんでね、どんどんいきますけど、こちらがこれロイヤルミルクティーだ。あのね、自分が頼んだのすっかり忘れてるんですよ。それを今思い出すっていうその楽しみもありますよ。こちらレインボーぜひおすすめです。で次がこれね、なんだろう、あ、これはねイチゴ系ですよ。うん、美味しい。あのクリーム系もちゃんとコクがあるんですよね。うん、ジェラートっていいですね。で最後にこちら、わっ、なんだろう、わかんない。もうさ、この中に入れさせてもらおう。これは後で編集の時に分かります。でも美味しい。でてっぺんに乗ってたこの子が、確かリンゴですね。これは覚えてます、リンゴ。私いろいろ調べたんですけど、その中のコメントでリンゴよりもリンゴっぽいって言って見てた人がいるんですけど、うん、こうやってすりおろしたリンゴですよ。それをねこうやって凍らしたらガッチガチになると思うんで、それをこういう商品にできるっていうのが技術だと思います。じゃあこれからの季節にぴったりなこちらのジェラート屋さん、後藤屋ドルチェラコントさん、こちらのお店の情報は概要欄に貼り付けておきますので、どうか来れる方は来てみてください。今日は撮影ご協力ありがとうございました。じゃあごちそうさまでした。なんでも動画人つっちゃでした。ご視聴ありがとうございます。のすのす。